こちら9月17日土曜日の映像です。月曜日の水替えに備えて、海水をあらかじめ作っておきました。9月19日月曜日朝7時、今日は、メジャーリーグを見ながらお魚さんのお引っ越し、まあ水替えも兼ねてやっていきたいと思います。こちらちょっとね、苔もついているし、まあ掃除水替え兼ねてやっていくんですけど、まあ、とりあえず長班は上の900、300に行ってもらうことにしました。ちりめんやっこは多分上だとヘラルドやっこにやられるので、立ち上げの水槽、ハゼちゃんも予定通り立ち上げ水槽に引っ越しさせていきます。それでは今からやっていきます。今、前に出して蓋を開けます。その後、まあライブロックをとりあえず一つ一つ出していきます。まあやっぱり1ヶ月に1回はこうやって取り出して掃除した方がいいのかな。で、今からハゼを先に捕まえて引っ越しさせていきたいと思います。こちらの水槽はね、すごく捕まえやすいですね。とりあえず、まあ、この水ごと、まあ、プラケースにね、入ってもらうのが、やっぱ一番ストレスなくお引っ越しできるのかなと思っています。うん、今、ハゼをプラケースに入れました。このまま直接立ち上げ水槽に入れます。温度はほぼ一緒なので、他のちりめんやっこと長斑ももう温度合わせなしに直接入れていきます。こちら上手にね、長斑とちりめん2匹とも入れることできたので、まずは長斑の方からかな。長斑ね、ギリギリまで迷ったんですけど、やっぱ大きさバランス考えたら、まあ900、300の方がいいかなっていう感じですね。ちりめんは間違いなくヘラルドやっこに多分やられるので、立ち上げ水槽ですね。多分キヘリ巾着ダイとちりめんやっこなんで、最初はちょっと小競り合いあるかもしれないですけど、多分いけます。ダメならまたここに戻ってくるかなっていう感じですね。あとは、まあ、この苔ね、ようつきます、ここは。硝酸塩がすごく湧く水槽なので、本当によくつきますね。まあ、あとはライトが近いっていうのもあると思います。水槽が低いっていうのもあるし、やっぱり、すごく苔つきやすくて、ここの水槽は。もう苔取りだけで2分ぐらいしたんじゃないですかね、多分。もうこのスポンジは、ね、宝永産業さんの、スポンジ使っています。まあ、なかなかね、僕取引あるので手に入るんですけど、マリンブルーさんのところではね、昔あったんですけど、取引先の人が宝永産業さんとの、まあ言うたら取引をやめてしまったので、そのスポンジがマリンブルーでは買えなくなったので、僕は直接宝永産業さんに
で買っています。うん、たまたまね僕のとこに使ってるシャンプーとね、シャンプーの作ってる会社と一緒やったので、僕はラッキーというかね、スポンジも一緒にシャンプーと一緒に持ってきてもらっています。だいたい同じ量の、まあ、20リッター弱ぐらいを抜けましたね。もうその後直で入れていきます。この時ねバーッと入れたんですけど、ちょっとこの水が多分冷たかったですね。24度ぐらいやったかもしれないです。ここ 25.2 か3ぐらいあったんですけど、この水入れた後に水温計見たら 24.78 ぐらいまで下がってたので、 0.5 度ぐらいちょっと水替えで下がってしまいました。うん、まあ、その辺は基本ざっくりで僕やってるのでやっています。まあね、でライブロック積んで、まあでも 0.5 度ぐらいやったらいけると思うねんけどな。まあ僕んとこはね基本エアコン回してるので、基本ね25度から 25.56 あたりの水温で基本どの水槽も落ち着いてるので、あんまり、そんと、せね、水温の違いっていうのはあんまり気にして、ないというか 0.5 ぐらいやったらいいかなと思って基本やっています。ちょっとね水がちょっと足りなかったので、またそうやね、濃さも 0.025 に近いですね。このあと2リットルぐらいの海水を作って、出しています。これでだいたい水位が合うんですけど、まあ 0.025 ですね。まあもうちょっと水足してもいいのかな。まあ 0.025 で基本はいけると思います。もう毎日こまめに水足してるので、で元の位置に今から戻して、まあ、ライトをつけていきます。まあこう水替えしながらね、引っ越した後の水槽をちょっと気にかけながら作業していました。ちょっと引っ越し後の様子を撮影したのでご覧ください。だいたい1時間ぐらい経過しました。最初小競り合いあったんですけど、基本まあ公演できてると思います。まあ、また餌食べてる映像は、別に撮影して、見たいと思います。うん、こちら長藩もね、まあ多少やっぱりロックビューティーが追いかけてるんですね。まあロックビューティー、この子ね血が強い方のロックビューティーかもしれないですね。まあ餌食いから見ても6000とうまく生きできるかも。